ーと両者が見合って合図をしてスタートしていく。まずは上岡勝弘86前、そして後ろから野村健、ブリッツスカイラインが追いかける形の1本目に入ります。さあどうだ、上岡が同時に野村、あっとリアタイヤが飛んだ。しかしそれでもドリフトそれでもドリフトしてる。どういうことよ、笑えるわ。ありえないでしょ。ノムケンの車にも確かにタイヤ当たりましたね。当たったノムケンも上尾もそんな状況からなんかずっとドリフトしてましたねこれね。どっちもしてた事故、うん、だって本当は向こうに飛んでくださるのにこっち来たんだもんタイヤが。そりゃそうだ。ものすごいことになりました今回の D1 グランプリ。怒ってる。野村健がタイヤに怒ってる。だってバンパーあたりぐちゃぐちゃになっちゃってる。ほらぐちゃぐちゃだもん。なんてことなんでそんなんな。あ冷やせ。もう驚いたばい、もうたまらんばい、なんてことするんばい。これどうなっとるとですねこれ。いやー驚きました。野村健どうやらですね上岡次郎はスタッドボルトが飛んで、タイヤが取れたって、締め忘れか、まあ、ネジ切れたかどうか分かりませんが、締め忘れだけだったらね、まだまた付け替えればいいんですけれども、もしかしたらネジ切れてるなんてことになりますとちょっとこれは走ることできない。締めすぎだこれ。ところですいません茶さん、採点忘れてました。あ、10-0。そうです。一応これはマシントラブルですから、そうやはり 10-0 ということにいたしましょう。ということで決勝進出は野村健。残念ながら上岡勝弘負けてしまいました。大きな拍手。やっぱ山奥になるといろんなものが出没しよるですね。で車の方はどうなんですか。まあ車の方はほらバンパーがなくなっとるんですよ。特に影響は。影響はなんかそうですね、これオイルクーラーがちょっと傷が入っとるぐらいで、ポタポタ行かなきゃよかったですけど。いいものを見せよう今日は。お客さんもいっぱい来てるしね、いいものを見せて、あとは勝ち負けは。